甲州級駆逐艦は中国人民解放軍海軍のミサイル駆逐艦の艦級。中国人民解放軍海軍での名称は0庫に B 型駆逐艦。NATO コードネームは旅用 I 型。中国海軍は早期から防空艦の取得を目指しており、1970年代には国産の HQ-61B 艦対空ミサイルを搭載した0庫さん。 K 型フリゲートを収益させた。しかし HQ-61B は性能的に全く不満足であったことから同システムの搭載艦は一隻のみに止められて、まずはフランス製の股間防空ミサイルシステムであるクロタルの導入が施行されるようになった。これは後に HHQ-7 として散載化され、1990年代に建造された。 駆逐艦やフリーゲートで標準的な装備となった。しかしその後、1995年の第三次台湾海峡危機の際にアメリカ海軍の圧倒的な能力を見せつけられた中国人民解放軍海軍は国産駆逐艦の性能限界を痛感した。これを受けて、1999年から2000年にかけてロシア製の 956E 型駆逐艦2隻を 緊急導入するとともに、空母整備計画も視野に、優れた、対空戦能力を有するミサイル駆逐艦の整備が、計画されるに至ったと見られている。1990年代中期の DDG、整備計画着手直後は、多艦級の少数建造方針が採択されており、本級の建造もこの一環となっている。0 51C 型と同様に、 国産の長距離艦隊空ミサイルシステムである HHQ-9 を搭載した霊校に C 型との比較検討内視はその失敗時のバックアップとして位置づけられていたと見られているが HHQ-9 の開発進展を受けて霊後に C 型や発展型の霊後 2D 型が量産体制に入ったため本級の建造は2隻で打ち止めとなっている 本級はソブレメンの EQ と同様の防空システムを中核にして艦砲や艦隊艦ミサイルなどについては中国製の武器システムを採用しこれらを中国製の船体に装備している船体は先行する旅界型のものをベースとしているがよりステルス性に配慮して洗練されており外見上の印象は大きく異なるまた線形も中央線路型とされ 先導と主戦隊でナックルラインを形成している。監視部にはブルワークが設けられている。主機関は旅コ型と同様のコドック方式とされた。ディーゼルエンジンとしては、例後にアンペア型では、V 型12気筒のマトゥー12 12V1163、TB83 が搭載されていたのに対して、本級では、V 型20気筒のマトゥー 20V956、 TEB92 を先制芝油機重工有原講師がライセンス生産して搭載した。一方、ガスタービンエンジンは、052アンペア型の2番艦、チンタオと同様に、ウクライナ製のユグット -25000 シリーズを搭載している。また機関区画については、051B 型ではシフト配置とされていたのに対して、艦内容積を確保するため、本級では、 パラレル配置とされたものと見られている。本級の C4i システムは新開発の分散システムである ZKJ-5 戦術情報処理装置を中核として通信設備としては中国海軍の標準的な戦術データリンクである HN-900 と衛星通信設備を有している。HN-900 はイタリアの IP-10 の技術をもとにしており、北。 大西洋条約機構の古典的規格であるリンク11と同等の性能を有している。本級の主要な武器システムとなるのがロシア製のシチーリ -1 艦対空ミサイルシステムである。これは西側諸国が SAN-12 グリズリーと称している QM317 艦対空ミサイルを使ったもので最大射程は 50km 中間誘導に 完成誘導を導入しており、イルミネーターを4機搭載する本級のシステムでは同時に8個の目標と交戦できる。またメインセンサーとなる3次元レーダーとしては、051B 型では独自開発の381型レーダーを搭載していたのに対し、本級以降ではロシアのフレガート前マイナス5を国産化した382型レーダーを搭載している。これらの装備は、 おおむねソブレメンヌイ級と同系列である。方向兵器は新型化されており、手法としては、053H19 型フリゲートで試験されていた、フランス製の 100mm コンパクト砲を散載化した210型が搭載された。一方、これと組み合わされる FCS は、従来通りの344型レーダーを用いている。また CIWS についても、 30mm ガトリング砲を使って新しく開発した730型が搭載された。ソナーとしては、052A 型、051B 型では、フランスのダブブ -23 を散彩化した SJD-8Q を搭載していたのに対し、本級では、ソブレメンヌイ Q と同系列の MGK-335 が採用された。対戦兵器としては、 ユマイナス7単魚雷のための3連装単魚雷、発射艦を両限に備えているほか、先導の前方に、両限に技ずつ設置された18連装デコイ発射機も、対戦ロケット砲としての性格を備えている。中国海軍の駆逐艦、フリーゲート艦は、都市名が付けられるが、これは名付け親となった都市としても名誉であり、官邸上院のスポンサーとなって、 便宜を図ることが慣例となっている。同級ネームシップは、河南地域のいずれかの都市に命名が割り当てられることとなっていたが、改革開放により経済成長を進める、各都市の注目の的となった。看板号168は、一路発と同発音なのである。争奪戦となったが結果として、甲州市が命名権を手に入れることになった。ありがとうございます。